現在も幅広い役をこなし、抜群の演技力と存在感で、まさに日本を代表する大女優の倍賞美津子さん。その半生はドラマと錯覚するほど波乱万丈と言えるものでした。一体何があったのでしょうか。見ていきたいと思います。倍賞美津子さんといえば、5歳上のお姉さんも大女優の倍賞千恵子さんなのは有名ですね。1946年生まれの74歳、生まれは茨城県、育ちは東京で、都電の運転士の父と女性車掌さんの母との間に2男3女の三女として生まれ、1962年に姉の後を追うように松竹音楽舞踊学校入学、松竹歌劇団に入団すると、たちまち将来の松竹歌劇団を背負う逸材と騒がれ、1967年純情二重奏で姉の倍賞千恵子さんとの異母姉妹役で銀幕デビューしています。しかし倍賞さんといえば、何といっても1979年映画復讐するは我にあり、都会的な女の深い情念を好演し、ブルーリボン助演女優賞を受賞して演技派女優としての地位を確立しました。その勢いは増すばかりで、生きてるうちが花なのよ、死んだらそれまでよ等宣言、友よ静かに眠れ、恋文の3作品で日本アカデミー賞最優秀主演女優賞など各賞を総なめにして女優としてピークを迎えたのです。ちなみに70年代前半までの倍賞さんはコント55号やドリフターズとのコメディ映画に数多く出演したコメディエンヌだったのですから、その女優としての振れ幅の大きさに驚きを隠せません。その後も女優としては順風満帆だった倍賞美津子さん、果たしてプライベートはどうだったのでしょうか。仕事とは裏腹に思いもよらない災難や悲劇が次々と彼女を襲ったといいます。それは幸せという仮面をつけて彼女の前に現れたのです。1971年倍賞さんは結婚されます。そのお相手は元気ですかでおなじみの元カリスマプロレスラーで元政治家、アントニオ猪木さん。倍賞さんとは再婚だったそうです。二人の馴れ初めは先輩レスラーからの紹介でした。しかし倍賞美津子さんは結婚直後、とんでもない目に遭う羽目に。というのも、当初はハワイで身内だけの結婚式を予定していたのに、当時猪木さんの所属団体の日本プロレスの提案で1億円の結婚式を挙げることに。そこまでは良かったのですが、わずか1ヶ月後に突然猪木さんが日本プロレスを追放されます。その原因はというと、猪木さんが会社に不満を抱きクーデターを計画したことが発覚したからだそうですから、式の費用も払ってもらえず、倍賞さん猪木さん夫婦は新婚早々1億円の借金を背負います。普通の人ならここで離婚となってもおかしくないのですが、なんと倍賞さんは猪木さんに、よしいいじゃない、あんた一人ぐらい私が食べさせてあげる、男は思い切りが肝心よ、私たちの力でやりましょうと笑い飛ばしたんだとか。なんという男前なんでしょうか。それから自宅を改装して新日本プロレスを旗揚げしたそうです。とは言っても、金策に奔走する毎日には変わりなく、ある時は3人でラーメンを頼んだけどお金が足りなくて、倍賞さんだけはお腹が痛いと嘘ついて我慢したこともあったんだとか。倍賞さんの懸命のサポートもあり、やがて黄金期を迎えることになりますが、ここで終わらないのが運命のいたずら。80年代に入ると倍賞さんの女優業がさらに好調になる一方で、実はとんでもないことをしでかしたのが闘魂アントニオ猪木さんでした。
どういうことかというと、副業としてブラジルで始めたリサイクル事業が大失敗。負債はあっという間に数十億円に。当然、このことが原因で、夫婦喧嘩ばかりの毎日で、ある時、倍賞さん個人の預金にまで、猪木さんの親族が手をつけたことで、さすがの倍賞さんもぶち切れたそうです。その上、猪木さんの浮気が発覚するという、泣きっ面に蜂の猪木さん、一方の倍賞さんも、恋文で共演した萩原健一さんと、不倫に溺れ、事実婚状態の泥沼に。当然、二人は離婚することに。一人娘は倍賞さんが引き取ったのですが、1993年に萩原健一さんとの関係も終わり、娘しかいなくなった倍賞さんでしたが、離婚問題で揉める両親を見てきた。反抗期でもあった娘さんは、アメリカのボストン大学に留学。親子の関係はギスギスしていたとか。そんな倍賞美津子さんを、さらに悲劇が襲います。娘が大学卒業の1997年に、よりによって直腸がんが発見されますが、迷わず直腸を全摘出し人工肛門装着を決意。女優として、女としてより、生きることを優先したのです。ですから娘の卒業式には、出席できませんでしたが、手術後、目が覚めた倍賞さんの耳に、どこからともなく、大好きな曲の威風堂々が聞こえてきたのです。実は娘さんのサプライズでした。娘さんが曲を流しながら傍らに立っていたのです。卒業式に参加できなかった母親に捧げた卒業式だったんですね。それからは親子の関係も良くなったそうです。倍賞美津子さん、わずか2ヶ月後には現場復帰して、何事もなかったように振る舞って、周囲をほっとさせたのもつかの間。2001年、今度は姉の倍賞千恵子さんに、乳がんが見つかってしまいます。幸いにも、手術後は再発もなかったと言います。ところが2019年、前立腺がん多臓器転移してしまった。74歳の兄を見送ることになります。結婚、借金、不倫、離婚、がん、復帰。これらすべての経験が、女優、倍賞美津子の演技力に、一段と磨きをかけることになったのは、言うまでもありません。ドラマ版、東京タワーおかんと僕と、時々、おとんの、おかん役が好評だったのも頷けますね。母親役やおばあちゃん役が増えている。倍賞美津子さん、ドラマ、半沢直樹、下町ロケットでは、円熟の演技というだけでなく、その顔のシワ一本までを生かしきる演技に、称賛の嵐が鳴り止まなかったとか。それについて、倍賞さんは、これまで体験してきたことすべてが、今の私を形作っている。シワ一本にも、笑ったり泣いたりしてきた。私の人生が刻まれている。自分のシワを否定することは、自分の人生を否定することと同じ。そんな生き方は絶対に嫌。と語っていましたが、そのシワさえも美しく見えてしまいますね。このところ、元夫のアントニオ猪木さんが、腰の治療で入院して、その痩せ細った姿が、SNS などで反響を呼んでいますが、離婚後も彼のことを、戦友と言っていることからも、現在も心の中には、あのアントンがいるのでしょう。泣きたい時は、一人で泣いて、一人で決断して、自分の傷は、自分で舐めて治す。そんな強い信念を持っている。倍賞美津子さん、これからもまだまだ、倍賞劇場は続きそうですね。これからも、深みのある演技で、頑張ってほしいと思います。